石ヶ谷秋清は幕末の江戸幕府旗本。官位は稲葉守。後に長戸守。江戸時代初期に江戸北町奉行を務めた石ヶ谷貞清の子孫。文化14年8月4日に家督を相続して、小不信となる。書院番を務めた後、天保8年1月11日に使い番、天保15年9月10日に目付けとなる。 火影2年12月24日、堺奉行に就任し、火影5年5月19日に大阪西町奉行となり、安政元年5月20日まで務める。安政2年8月9日、環状奉行となり、安政5年に江戸北町奉行となった。大老、井伊直介の政策下で起こった、いわゆる安政の大国では後手掛けの一員として、祭壇に関与する。 文久2年6月5日に、一橋家太郎、同年8月24日に、公部所奉行となりこれを1ヶ月務める。さらに同年うるう8月25日に、西丸留守居となった。しかし、遡る安政7年3月3日、いわゆる桜田門外の変において、井伊直介が殺害された後、範囲派が台頭し、文久2年5月、直命を受け一橋義信が、 将軍貢献職に松平春学が政治総裁職に就任した。この体制は、井伊直介時代の政治を否定し、大国で遊兵されていたものの釈放や井伊家に対する原報などの施策とともに、弾圧の取り調べをした者に対する処罰を行った。秋清も、また安政の大国の際の責任者の一人として、 飯泉機内の初断に関して不備があったという理由で、同年11月23日に免職となり、隠居、錆替えを命じられた。現時2年1月20日に、再び公務所奉行となり、慶応2年11月17日に免職された。明治2年5月22日に死去、当時のご手掛けの同廃らも初断された。自社部行、松平宗秀は、 京都書士大職を悲免を呼びためずめ閣に昇進していた格式の剥奪。勘定奉行、池田来宝は、より合肝入りだったが、桜田門外の変に際して、大老を、伊伊直助の死を隠蔽した罪により肝入り悲免。大目付区外政典は二千国憲法の上、免職隠居、幕末維新大人明治典110ページ。ありがとうございます。